じゃあさら、今回はお絵描き心理テストをやっていきたいと思います。これ何回目だろうね。もう 3,4 回ぐらいやってるよねこれ。じゃあとっととやっていきましょうか。第1問。この心理テストはお題を選んで直感で絵を描こう、回答をして答えを見てみよう。これで回答してあなたはどんな人っていうのが出るので、それで答えがわかるみたいな感じですね。じゃあまず第1問やっていこう。この募金箱に集まったお金は総額いくら入ってた？おー、募金ね。募金についてか。3円。そりゃそうだよね。だってここに愛の募金箱、あなたの愛で未来が救われます、米印パチンコに使います。最悪じゃねえか。パチンコで愛を頑張って取りますみたいな。回答する。あなたが求める〇〇です。この金額はあなたが結婚相手に求める年収です。あー、結婚相手はじゃあもうニートでいいってことですね。わかりました。次へ。ダーツを投げたよ。どこに刺さった？いや、いつもねゲーセン行くとダーツやるんですけど、だいたいねここら辺に刺さってますよ。もう機械ぶち壊しですねこれ。だいたい上の画面壊す勢いでやってるので、ここら辺ですね。回答する。あなたのガードの硬さがわかります。中心から離れているほどガードが硬い、ど真ん中の人は隙だらけ。あ、マジか、すごいね。あ、やっぱガード硬いんだ。いつもね友達になんかやられるとバーリアっつってくるから、うん、いつもね友達にね、デュクシうおーらデュクシうわーおーおー、俺の顔見ろ、お前すごい肉まんみたいな顔してる。ってやられた時はバーリアって張ってるから、真ん中に書いたら隙だらけでしたね。次、リンゴのかじった跡を書いてみて。どういう風に食べるかな。いつもだいたい葉っぱ食ってますね。実は食べないです。回答する。あなたの意識の高さがわかります。右側をかじる意識高い系、左側をかじる意識低い系、両方かじるガチで意識高い人、それ以外無意識の天才。天才じゃねえかも。矢印を書いて。矢印、ウィース、矢印書きました。回答する。矢印の向きで丸々の丘がわかります。右女性の、左男性の、上下両性の。私は天才、知らん。この三角形に何か一つ書き出して。もう何つけたそうかな。絵とかでもいいんだよね。棒とか。になったよ。いいねこれ。回答する。メガネとか口とかいろいろつけ出しちゃったけどいいかな。もう何の話が好きかわかります。この結果は CM の後で。体の一部、他人の近況話が好き。体の一部ってことは口だよね。じゃあ私は他人の近況話が好きか。図形は仕事や将来の話が好き、その他自分の話が好き。次へ。どちらかに丸をして。直感で飛行機とリボン、ヒールと腕時計。コックンキック。問題8でお願いします。該当。あなたがどんな人に好かれるかがわかります。年下に好かれるタイプ。丸。そうらしいですね。もう丸ってやっちゃってんもんこれB は年上に好かれるタイプらしいですね。次、この指に爪を描いてみて。いやー、爪取れました。あなたの私生活がわかります。長い長い、読むの長い。見てください、吹っ飛んだ爪とかないのかな。ちょっとこれは想定外だったらしいですね。次、手から魔法が出た。どんな魔法か描いてみて。お前、魔法っつったら？魔法っつって思いつかないのないでしょ、もう。もう一択だよね。せーの。USJ！ はい、残念でした。ディズニーだと思ってた人いるでしょう。残念でした。USJ も魔法使います。回答する。あなたの第一印象がわかります。炎や黒魔法系。なんか怖そう。物体や動物。めんどくさそう。光や回復系、不思議ちゃん。おいおいおい、なんだこれ。炎か物体かどっちだ。動物か。この電車はどこに向かってる。矢印を書いてね。こう
こ下行くと思わせてドーン。じゃあ、あなたが一番気にしてるものがわかります。都会なら自分の評価、田舎なら他人の顔色。なるほどね、自分の評価か。高評価してってね。この階段のどこかに人を描いてみて。きっと回答する。あなたの弱点がわかります。一番上世間体に弱い人、真ん中孤独感に弱い人、一番下推しに弱い人、階段以外自分に弱い人。どこだこれ。次へ包丁を書いてみて。ああ、みんな思ったでしょ。包丁書いてみてって言ったら漢字の包丁書くんでしょって。なわけないでしょ。How? ちょ。回答する。あなたの怖い部分がわかります。血や恐怖を表すものを書いた人は、精神のどこかにサイコパスの可能性を秘めています。これは怖いよ。ほう。ちょ。次。金魚が糞してるよ。糞の長さはどれくらい？逆流。回答する。長さで〇〇がわかります。糞が長ければ長いほど強いものの味方をする。他力本願なタイプです。人任せなタイプってことか。だからこれも長ければ長いほどってどこら辺が長いのかわかんなくない？逆流してるからさ、この体の中にまだグラングラングラングルンっつってあるかもしんないよね。今ご飯食べてる人もいるんだから、そういう話しちゃダメでしょ。プレイありがとう。この勢いで明るいレビューをお願いします。いやで、いや書こう。無料で楽しませてもらってるんだから、そこはさ評価書かなきゃダメだよね。無料が普通になってちゃダメなんだよ。例えばパズドラとかね、おいそこお詫びしろよとか、そういうのはダメだよ。無料でやらせてもらってるんだから、それぐらいはね我慢しなきゃ。もしアプリを600円とかで買ったなら、おいこれはふざけんなよ、お金出したんだろっては言えるけど、こういうこの心理テストもね無料だから、なんか文句があっても、あ、無料でやらせてくれてありがとうございます、修正待ってますみたいな感じで、無料アプリにはね感謝しないといけないんだよ。じゃあ書いてこう。なぜこの紙アプリをすぐに見つけなかったのか後悔しています。今まで真っ暗だった私の生活に色をつけてくれました。これからもこのアプリを生きがいに頑張ろうと思います。星1。で今回はここら辺で終了したいと思います。いろいろ知れましたか、今回の心理テストも。みんなはどうでしたか？自分が変な人間だと思っちゃいましたが、もしかして。こういうの言っちゃいけないけど、バーナム効果っていう、あ、ダメ、言っちゃう。現実知っちゃうから調べちゃダメだよ。前回とか前々回とかも親書き心理テストやってるので、説明欄から見てみてください。では皆さんも親書き心理テストやってみてね。皆さんの高評価があればあるほど早く動画出そうと思えるので、高評価よろしくお願いします。そしてチャンネル登録、ツイッターもやってるので、フォローよろしくお願いします。では、See you!